日本関東地方神奈川県横浜市戸塚区品野町、清水谷トンネル、左側のトンネルが、日本最古の現役鉄道トンネルとなる。天皇山公園の桜新市服の小中総本店、横浜保育福祉専門学校横浜リハビリテーション、専門学校品納発揮神社品野町は、神奈川県横浜市戸塚区の町名。定番を持たない、単独町名である。 住居表示未実施。横浜市戸塚区の北部に位置し、町域は南北に長く広がる。北東は、ほどがやく、北西は、旭区に接する。2017年2月28日現在、7154世帯17142人が、暮らす。面積は1.9平方キロメートル。JR 横須賀線東戸塚駅の東口は、 駅が開設された1980年頃より急速に発展し、超高層マンションや西部百貨店とイオンをキーテナントとした大型商業施設、オーロラシティなどが立ち並ぶ。超北部には、ほどがやくにまたがり横浜カントリークラブが広がる。東海道線と横須賀線に挟まれた一角には、乳牛を飼育する牧場があり、アイスクリームの直売を行っている。 また、品野町北部の東海道線の線路には、日本最古の現役鉄道トンネルである、清水谷とトンネルがある。住宅地の地価は、2017年の工事地価によれば、品野町523番一街の地点で40万8千円、平方メートルとなっている。かつての鎌倉軍品の村で、1889年に、町村制が施行されたのに伴い、上、貸しを、 ゲ、カシオ、ゼン、山田・ダ、ゴ、ヤマダ、ヒの各村と合併、鎌倉郡川上村大技シナノとなる。1939年4月1日に、横浜市に編入され、戸塚区くシノ町となった。シナノという地名は、山麓の緩やかな傾斜地を意味する。平戸との境は、旧東海道で、シナノを一律化が残されている。 小戸ヶ谷との草会は、かつての相模国と武蔵国の国境であった。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による 事業所数と従業員数は以下の通りである。公園企業病院学校商業施設、金融機関神社仏閣史跡、管理境目交差点南北に JR 東海道、横須賀線、東海道貨物線が走り、横須賀線と湘南新宿ラインの普通電車が停車する。町の西部を南北に、環状2号、南部を東西に、弥生大桜木町線、南端を、 国道1号がかすめる。町の北側には、横浜新道とその側道が通り、町外の今井、川上の両インターチェンジが利用できる。ありがとうございます。